プレスとにかく値段安いし、シルエット綺麗なんですよ。まあ、誰が履いてもかっこいいよねと。はっきり言います。全人類買った方がいい。絶対買った方がいい。はい、本日はですね、ノースフェイスのロングパンツナンバーワンはどれだというところでいきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まず5本パンツを並べました。紹介しますね。まず大人気アルパインライトパンツが1本目、そして2本目っていうのが道路ライトパンツ、これこのために買い直しました。で、次がバーサタイルパンツですねっていうロングパンツがあって、次がカルカパンツ、これ比較的最近紹介したやつですね。で、最後がめちゃくちゃ言いにくいんやけど、ハイブリッドテックウェアインサレートパンツっていうパンツになってます。で、計この5本を紹介はしていくわけなんですけど、実はもう1本家にあるんですけど、それはちょっと除外しました。何かというと、クライムライトジップパンツっていうのがあるんですよ。これゴアテックスのパンツで2万円ぐらいで買えるから結構いいんですよね。紹介したいなと思ったんですけど、僕それのすごいデメリットがあって、ポケットないんですよ。だからめっちゃ使いづらいんで、このトップ5でどれが一番いいかっていうところをね、履いていきたいなと思います。で、それに合わせてスニーカーとかブーツとかもちょっと履き替えながら、この5つ以外にもいいのあるよ、これめっちゃいいよっていうのあったらコメントで教えてください。僕すぐそれポチって紹介したいなと思いますので。ではまずアルパインライトパンツからいきましょうか。はい、ということでアルパインライトパンツ履いてみました。こんな感じですね。まあこれに関しては多分持ってはる方非常に多いんですよ。値段が17,600円で、詳細はここにガーって品番とかもあると思うんですけど、まあ結構持ってはる方多くて、このシルエットはまあ誰が履いてもかっこいいよねと。で、公式のサイトのスタッフの人が履いてる写真見てもみんなそれなりにかっこいいんですよ。だからやっぱりまあ誰が履いてもかっこよくなるよねっていうようなパンツかなと思います。で、サイト見たら店員さんとかもこういうなんていうのちょっとトレイルっぽい感じ、山登りっぽいようなこういうスニーカーを合わせて貼る方も多かったんですけど、まあそれだけじゃなくて、こういったねバンズとか合わせていくのもいいんかなと思うし、冬に向けてダウン着てるという想定でいきましょうか。まあヌプシとか持って貼る方多いと思うので、まあヌプシにアルパインライトパンツ合わせたらまあこんな感じよねみたいな、しかもバンズ合わせたらまあこれはこれでいいし、公式のサイトのスタッフの人がちょっと登山っぽいテイストの方多かって、僕登山全くしないので、こういうちょっとアウター合わせることでちょっとマシっぽくなるかなと思ってやってみました。で、この今回の中で多分アルパインライトパンツが一番スポーティーすぎるんですよ。スポーティーにだいぶ寄ってるから、一番街中とはちょっと外れてる気するんですけど、まあこんな感じとか、まあこれブーツと合うってなったりしたら、多分このパンツが一番相性が良くなってくるんやろうけども、これがまあ黄金のパンツですね。アルパインライトパンツというパンツになっておりました。登山する人からしたら、これ登山の時も履けるし、プライベートでも履けるし、一石二鳥やんっていうパンツになってます。で、次が道路ライトパンツですね。このね、今履いてる道路ライトパンツが、まあ最もなんていうの、街中っぽいんですよ。で、レビューにも結構あったんですけど、チノパンっぽいですみたいな声があって、確かにこれチノパンっぽいなと思って、でちょっとこれバンズ履いてみるでしょ。で、バンズ履いたりしたらもうめちゃくちゃチノパンっぽい感じなんですよ。で、わかりました、皆さん言いたいこと、アルパインライトパンツも道路ライトパンツもノースフェイスのこのロゴいらんねんっていう人言ってるじゃないですか。今実はアルパインライトパンツとこの道路ライトパンツのこの二方に関しては真っ黒があるんですよ。ロゴが目立たへんバージョンがあるんですね。これとかやったら明らかにこうロゴがあるなっていうの分かるんやけど、同色というか黒黒みたいなのがあったりするので、まあ、それでもし行ったらもうほんまにチノパン、もうパッと見分からんので、だから例えばチノパンとかで行くんやったらニューバランスとかでも行けるんかな、まあ、バンズは絶対合うの分かってるんだけども、まあ、例えばこんな感じで行けばニューバランスでも行けますよね。ちょっとボリューム系のあるような感じで行ってもらっても、まあ、全然問題ないかなと思います。これも公式サイトのスタッフの方の着用を見てると、ちょっとやっぱ道路ライトも登山っぽい雰囲気やったんで、なんかこれニューバランスとかハイテク系行かれへんかなと思ったけど、まあ行けんことなさそうですね。ノースフェイスとにかく値段安いし、シルエット綺麗なんですよ。ちなみにこれに関してはソロテックスっていう生地が使われているので、洗濯しても形状覚えてるので形状崩れにくいっていうところの良さがあるんです。で、逆にアルパインライトパンツはすっごいストレッチ効いてるんやけども、ポリウレタン入ってるから膝返ってこないんですよ。もう伸びたら伸びっぱなしになってるから、でも登山俺せえへんねんって言われたら、まあ道路ライトでいいんちゃいますみたいな。道路ライトやったらもういかにも街中っぽいけど、ポリ100なんで洗濯ガンガンいけるし、ソロテックス入ってるからもうストレッチも効いてるんですよ。いや、使いやすいんちゃいますみたいな感じになって、で次は逆にもうこれも街中どっかですよね。以前おすすめって言って紹介したけども、バーサスタイルパンツ、これね、このパンツ何がええかっていうとね、唯一この5つ紹介してる中で足首が締まってあるんですよ。で、足首締まってる時って何がいいかって、足首締まるとハイテクが合うんよ。とにかくハイテクのシューズが合い出すんよ、めちゃくちゃ。ほんで足の長さ気にせんでいいしね、ちょっと足短めでやらせてもらってますっていう人でも全然気にせんでも、ここのとこですよね、ギュッ止まってくれてるから、どのスニーカーでも合わせれるっていう、ハイテクでも全く問題ないし、ホイデモってちょっともう若者意識してターミネーターなんでね、ほんまやったらエアジョーダン1が良かったけど、ちょっとエアジョーダン1は家にあるから、こんな感じで合わせていくっても全然問題ないので、冬場なっていたりしたらもうダウンとかいっちゃってボリュームある感じ
感じでストリートで行くっていうのも全然いいし、スッキリさせたかったらバンズ行くっていうのも全然いいんですけど、気づきました、どんどん値段が下がっていってるの。アルパインライトパンツ、ドーローライトパンツ、バーサタイルパンツ、どんどん値段が下がってきております。そう、そしたらもう一個値段が下がるっていう、こう1万円台を切ってくるのがカルカパンツというパンツになっております。ただこれに関してはレビュー動画でも言ったんですけど、グレーしかないんですよねっていう、ブラックないんですよねっていう話したんやけど、どこ見てもマジでない。定価であっても公式サイトであってももうとにかくグレーがないんですよ。だからそもそも数が少なかったのか、僕がレビューした時は結構数あったので、もしかしたら僕の影響はあったかもしれんし、いやいやお前調子乗りすぎやと、おごり高ぶりすぎやって言われるかもしれんけども、まあ、少しはこのカルカパンツのね、売り上げに貢献したんじゃないかなと思ってたりはしてるんですけど、だからもうないから、他の色やったら全然いいと思うんですけど、もうグレーね、動画作ろうと思った瞬間に見たらもうないってなったから、まあ、ここあんま熱かけて喋る必要ないかなと思ったんで、まあこんな感じですね。で最後に関してはちょっと僕持ってるモデル古いんですけど、今年も新作で出てるのでそれ紹介したいんですけど、ハイブリッドテックエアインスタレーションパンツ、はっきり言います、全人類買った方がいい、絶対買った方がいい。なんでそんなこと言うかっていうと、これ中綿が入ってるんですよ。でここからここまで入ってて、僕の古いモデルやからここにステッチあるでしょ、だけど今のモデルってステッチ入ってないんですよ。だから結構シンプルに見えるし、それでいて中綿ってこういう感じのシート状になってるじゃないですか。これ毎年冬になったらこんな話ばっかりしてないけど、このシート状になってるから、このシート状になってるだけでダウンに近いような保温力あるから、要は洗えるんですよ。全然洗えるよっていう、もう形がこのシートになってるからね。問題はこっちよ、このダウン、これも広げた瞬間綿ふわー舞うからもう、まあ、開けませんけども、これはやっぱ洗うのが難しいからクリーニング出さなあかんっていう。でそれのプリマロフトを使ってるっていうところが、中綿の中でも米軍のために開発されたっていうのがプリマロフトっていう中綿なんですよ。こういうシートなんやけども、今それがクライマシールドってやつになってるんですけど、それを使ってなんと2万円ちょっとぐらいで買えるんですよ。で洗濯できんので、それでいてシルエットとかに関してはほんまにアルパインとかドーローライトみたいな、ちょっとスタイリッシュな細身な感じで仕上がってるのにもかかわらず暖かいと。だから冬場とかになってこれ買わへん理由ってあんのっていう感じ。だからまあこれに関してはじゃあおしゃれ着で軽くんですかっていうよりかは、コンビニ行くとかね、そういう時なんかには使えるかなと思うんですけど、僕毎年これは買った方がいい、買った方がいいって永遠と言い続けてるけど、洗濯とかできんの嫌やなっていう人なんかはもうぴったり。ただこれロゴが見えへんのが多分ないんですよ。だからロゴがバッチリ見えちゃうので、それはちょっとどうかなって思う人なんか見てると思うので、僕作ってみました。中綿のさっき言った米軍が使ってるクライマシールドのパンツですね。中綿を使ってストレッチとかをさせずに、もうあえてちょっとゆったりめに作って、中綿系ってやっぱりねピチピチなやつ多いんですよ、どこのやつ見ても。ちょっとゆったり系で大人っぽい感じのシルエットで履けるのはいいかなということで、まあ一回作ってみたんですけど、一回どころかこれも 3,4 回サンプル作ってるんだけど、商品化までいけるかどうかは分かりません。まあいかんくてボツにするやつも結構あるので、こんな感じの今作ってるという感じになってるんですけど、まあそんなことはいいとして、登山行ってる人はもうアルパインライトパンツ一択でしょと、私服で履きたい人はもう道路ライトパンツでいいでしょと、いやちょっとゆったりがいいねんって言ったら、特に靴を考えたくないっていう人はもうバーサタイルパンツ一択でしょと、カルカパンツに関してはもう売り切れたんでないでしょということになって、最後ハイブリッドテックエアに関してはもうこれは冬になる前に買ってくださいと、冬になってから買って、結局みんなないないって言うんですよ。太郎さんあれなかったんですけどどこで売ってますかって言われる、もう知らない、9月10月に買ってくださいっていうことになってます。これに関しては出るかどうかわからないっていうことで、ノースフェイスのパンツということで5つになってました。あとはその人の生活用途とかっていうところでいいかなと思うんで、僕個人的には最初アルパインライトパンツばっかり履いてたんやけども、履かんくなったんですよ。次ドーローライト行ったんですよ。ドーローライトも履かんくなったんですよ。で最近はちょっと楽なを履くようになったんですよ。ちょっとだけゆったりしてる方が楽やなっていうふうに気づいて、ロンティー着てるだけで収まるんですよ。なのでちょっと細いパンツやとロンティーとかと合わんくなってきて、おじさんになったからかな、年取ったからかもしれんけど、トータル的に合わんくなってきたから少しだけちょっと太くはしてるんですけど、まあそれでもね、この最後のハイブリッドテックエアインスタレーションパンツ、これはもうだいぶいいんちゃいますかね。これはもうとにかく買って、値段とのコスパ見てもらったら、それはタグの買いやわと、確かに言ってる通りやっていうふうになるかなと思いますので、もし他にもこれいいよあれいいよっていうのがありましたら、ぜひ教えていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ということで本日はですね、ノースフェイスのナンバーワンパンツ、ロングパンツをね、比較してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。